星佐国際高等学校本部校は、北海道札幌市厚別区にある通信制、単位制、普通科の私立の高等学校、国際理解教育実施校、札幌市中央区に開校し、現在のもみじ台へ移転。校舎は過疎化で廃止になった、札幌市立もみじ台小学校の跡地を使用している。もみじ台地区は2018年4月現在、 人口の46%以上が65歳以上であり、平均年齢が55.6歳で高齢化率が札幌市1位の地区である。また周辺にはもみじ大団地が広がっている。この学校の中では一番スタンダードな登校スタイル。この学校ではゼミ形式をとっており、週3から週5の登校日のゼミを各時間2から4程度の中から選びそのゼミを受ける。 ことができる。ただし、各学年で決められている学年登校日の日はゼミではなく指定された時間割の強化を受けることになる。数学と英語については、修塾度別授業を実施している。週に1回投稿するコース。集中コースの中でも、一般コース、音楽コース、利用コース、メイクコースに分かれており、一般コースは夏と冬に4日ずつ投稿、自宅で、 レポート学習をし、前期、後期の試験で単位を取る。一般コース以外は、ダブルスクール制のコース。週3回登校2年間のコース主な行事のみを、取り上げる。体力向上を目的に、約10キロメートルほど歩く。北海北エールで行われる星さもみじ中学校と、合同で行われる。各クラス一つの屋台を出しステージ発表なども、行われる。 毎年1日目は学校内公開、2日目が一般公開になる。来場者は500名ほど祖父は神奈川県の星佐高等学校で行われる国際交流や発表会であり、2017年度は35カ国7247人の来場者が参加した。通信制高校としては珍しく部活動が盛んであり、大会などに出場している。 ありがとうございます。